第1週目のこの時間は酒井文香のカメラ日和です。このコーナーは子育て中の女性の笑顔を増やす心プラスの提供でお送りします。心プラスの代表でベビーフォトグラファーの酒井文香さんに今日もお話を伺います。酒井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。酒井さんは普段ベビーフォトグラファーとしてカメラもされてるんですけども、はいはい、コミュニケーションアドバイザーとしても活動されてるそうなんですよね。はい、そうなんです。はい、今ですね、ISD 個性心理学のインストラクターとして、子育て応援セミナーっていう形で講演会なども行っているんですね。 ISD 個性心理学とはどういったものなんですか？はい、土井さん、昔、はい、動物占いって流行ったのご存知ですか？流行りました、流行りましたちなみに動物キャラ何だったか覚えてますか？覚えてますよ。本も買いましたしね。私、本当ですか？私ゾウでした。私実はタヌキだったんですけれどもその当時動物占いってすごく流行ったんですが、ね、実はその動物占いの元になっている、心理学が、今日ちょっとご紹介させていただく ISD 個性心理学なんですね。 ISD 個性心理学っていうのは、お誕生日からその人の持っている個性とか本質的な部分を導き出していくっていうものなんですけれども、みんなそれぞれね、生まれ持った個性っていうのが違って、例えばその違いを知ることで、私と土井さんの生まれ持った違いを知ることで、その違いをまた受け入れることで、よりこうお互いのコミュニケーションを良くしていくっていう、そういったことに使える心理学なんですね。で、動物占いっていうのはその ISD 個性心理学の中の一部を分かりやすくこう動物キャラに置き換えて、性格をタヌキっぽいねとかゾウさんみたいだねっていう風にこう表現したものなんですね。そうなんですね。はい、動物占いもいろんな種類ってありましたよね。はい、覚えてますか？12種類の動物に分けられてたんです。12あったんですね。はい、ね、でも実はそれだけではなくて、この ISD では全部で1,36,800通り。そんなにあるんですか？そうなんです。実はその動物占いで分類されているだけではなくて、その人の持っているバイオリズムとか、お子さんなんかで言うと今から伸ばしていくといい、本来持っている能力みたいなものも分かるんですね。そういった組み合わせで、実は私たち人間を1,36,800通りに分けて調べることができるっていう分類統計学なんです。ああ、そうなんです。はい、動物占いも、ゾウならゾウでも、いろんなゾウに分かれていましたよね。ありました。はい、ということで動物占いも結構分かれてるなと思ってたんですけど、はい、ISD 個性心理学ってそんなに分かれるんですね。そんなに分かれるんです。そんなに詳しく分かるっていうことなんですか？はい、昔からある四柱推命とか三命学、中国の方で、ね、はい、ね、生まれたそういった統計学ってすごく難しいんですよ。聞かれたことありますか？やってもらったことはあります。なんか難しい言葉もいっぱい出てくるし、ちょっとこう聞いてても分かりにくい部分があるんですが、その元々あったそういった学問をギュギュッとこう性格の分野だけにこう特化して分かりやすく表現しているのが ISD 個性心理学なんですね。どなたでも簡単に、例えばお仕事だったり子育てなんかに取り入れやすいっていう特徴があるんですね。例えば酒井さん、ね、子供さんがいらっしゃるじゃないですか。はい、子供の誕生日を入れて、はい、どんなことが分かりました？そうですね、まず私は小学校2年生の娘と、下がもうすぐ3歳になる娘がいるんですが、2人とも顔はそっくりなんですけど本質的なものが全く真逆というか、全然違ったんですね。でさらに言うと、私と長女も全く違うんですね。どちらかというと私と次女の方が大きくグループに分けた時には同じグループに属していたりして、なので私が娘に対して言う時の褒め方とか叱り方と、次女に対して伝える時の言い方っていうのはやっぱり変えていった方がより効果があるということが分かったんですね。あ、なるほど。なんか少し分かります。私も2人子供いるんですけど、はい、同じように育てたはずが、もう全然性格がバラバラってよくある話だと思うんですよね。よくね、お母さんの方のストレスで言うと、上の子はね、こうやって育ててきてうまくいったのに、下の子が例えばね、お兄ちゃんお姉ちゃんにできないことにストレスを感じたり、またそれを怒ってしまったりっていうと、
比べられる兄弟もしんどいけど、お母さんもやっぱりストレスがたまりますよね。だけどもしも最初から、まあ、うちの娘のように上の子と下の子のキャラが全く違うっていうことが最初から分かっていると、まあ、その子に合った対応を最初からしてあげることができるので、まあ、子育てももっと楽しくなったり、お母さんのストレス自体もちょっと減ってくる、変わってくるんですね。なるほどね、はい、そういったことを聞ける機会とかありますか？はい、そうですね、実はこの IST 個性心理学の、講演会が9月にありまして、ちょっとご案内をさせていただきたいんですけれども、まずですね、9月の16日の金曜日、午後1時から、リム福山の7階ものづくり交流館のセミナールームというところで、約2時間の講演会があります。こちらはですね、ちょっと私ともう一人、ISD 個性心理学協会のマスターインストラクターの先生をお呼びして、ちょっと2部制で講演会を行います。参加費が1000円になってます。こちらの申し込みなどはどのようにすればいいですか？はい、お申し込みは、私の携帯の方になります。090-3379-5560、090-3379-5560、こちらまでお電話でお問い合わせください。で、もう一つですね、9月の30日の、金曜日、こちらは夜なんですけれども、同じく会場はリム福山で ISD 個性心理学の講演会があります。こちらはですね、その協会理事の先生が講師としてお越しいただくんですけれども、もう全国各地で講演を行っていらっしゃる方で、毎回こう会場が爆笑の渦に包まれるという。そうですね、私も初めてお話を聞いた先生なんですけども、もう泣きながら笑ったとい う, なるほど。こちらも内容は、ね、同じような形なんですけれども、参加費が3000円、それぞれですね、参加くださった方の詳しい分析シートというものがついている内容です。こちらも申し込みは先ほどの電話番号の方にお願いします。9月30日金曜日夜7時半スタートで、約2時間の内容になっています。どちらの講演会も先ほどのね、動物の12のキャラクターからもう少しざっくりと3つの分類に分かれて座っていただいて、その3分類のお話を基本に、それぞれの特徴やこういう風にした方がいいよみたいなお話をしながら、楽しく心理学に触れていただける内容になっています。坂井文香のカメラ日和、心プラスの代表でベビーフォトグラファーの坂井文香さんにお話を伺いました。坂井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。このコーナーは子育て中の女性の笑顔を増やす心プラスの提供でお送りしました。